これで全部じゃな。たわいのないものよ。この程度の雑魚、やっぱり私たちの敵じゃないですね。うむ、イロハと青が戻ってきたのも大きい。ああ、任せておけ。そっちはみんな無事かしら。しまった。戦っているうちにアサギさんたちと離れてしまっていたか。こっちは被害ありません。悪魔を全員やっつけました。ならお願いがあるの。今すぐ御社町まで戻ってくれないかしら。御社町が悪魔に襲われているらしいの。そういえばあの妊婦の頭目オルクスと言ったか。いつの間にか姿を消しているな。なるほど、タイマニンを罠にかけ僕たちに助けに来させる。ここまでが罠か。つまりどういうこと？一連の行動の目的はタイマニンと魔法少女という戦力を御社町から引き離すこと。奴らの狙いは最初から御社町だったということだ。ここは引き受ける。お前たちは行け。そうだな。全員が足止めを食らうことはない。御社町は頼んだぞ。ふむ、ただでさえ人数が少ないんだ。これ以上人数を分散させるのは得策ではないと思うが。大丈夫、私たちもインビーちゃんたちも絶対に負けないよ。精神論だ。だが悪くない。そうじゃ、わらわたちはもう立派なタイマニンであるぞ。基礎しか教えてもらってないけどね。クララさん、しー、いいところなんですから空気読んでください。うん、じゃあ御社町は任せた。ああ、任された。少女兼タイマニンだ。問題はあるまい。やれるものならやってみるがよいわ。光る。なんだお前、攻撃か。この程度のやつは暴力だ。
何あれ、刀かな。バカなんですか？アホなんですか？なるほど、最初からこれが目的だったというわけか。どういうことですか？全然わかんないんですけど。一人で納得してないで説明してくださいよ。僕らはタイマニンの修行をしただろう。その中でタイマ人の扱う力の源、タイマ粒子についても学んだはずだ。それによって僕らは力の増幅に成功した。つまりタイマ粒子はおそらく魔法少女や悪魔と親和性が高い。大方さっきの刀はタイマ粒子の力が込められていたものであろう。それを自らに刺すことでタイマ粒子を取り込んだのじゃ。結果、あやつは強くなった。いわゆるドーピングアイテムというやつじゃろう。ねえ、あの悪魔、すっごく強くなってるね。やはり貴様も感じるか。うん、危ない匂いっていうのかな。もしかすると、グラたちより強いかも。たかがニーフなんぞに負けるとは尺じゃが、確かに勝ち目がないの。わらわたちだけではノー。ええ、その通りですわ。そっちがタイマ人の力で強くなるなら、こっちはそれプラス絆の力であんたを倒す。ごめんね、遅くなった。行方不明だった皆さんまで。よかった、無事だったんですね。悪魔の目白は制圧、捕らえられていた魔法少女たちも解放した。ありがとう、アサギさん。私たちもこれから急いで戻るけど、きっと間に合わない。御社町の運命はあなたたちに託すわ。そんな大行な話じゃない。今までの討伐任務と同じ、魔法少女として雑魚悪魔を倒す、それだけだ。心強いわね。お願いする。そういうわけなんで、あなたの計画は全部失敗したんじゃないんですか？つまり、今度こそ魔法勝負？ふむ、決戦にはふさわしいではないか。策もない戦というのはいささか野蛮だが、まあ、たまにはいいだろう。人夫どもを殲滅する。行くぞ。罰を下し、消し飛べ。うわー、すごーい。己の無力を恥じることはない。わらわが強すぎただけよ。そなたの負けじゃ。おとなしく諦めよ。そんなの決まってますよ。
私たちは何かのために戦っていました。仲間のため、タイマニンのため、五社町に住む人々のため、誰かを守りたい、助けたい、そういう気持ちって強いんです。それだけの話ですよ。皆の者、安心するがよい。悪魔は倒した。タイマニンの勝利じゃ。これでようやく終わったか。あれ、インビーちゃん、お疲れ。少しな。せっかくだ、このまま少し休ませてもらうとしよう。戻ったわ。そうね、周囲を敵に囲まれた時、魔法少女が助けに来てくれなければどうなっていたことか。悪魔の根城は燃やしたわ。別の妖魔が住み着くこともないでしょう。そうね、悪魔の脅威は去ったと見ていいんじゃないかしら。ところで、魔法少女のみんな、僕たちはこのまま帰ることにした。僕たちの世界をしばらく開けてしまっているからな。早急に帰還する必要もある。それに捕まっていた魔法少女どもがまた五社町を観光したいとうるさくてな。この通りだ。今回の件について礼はいらぬぞ。わらわたちもそなたたちには助けられた。グラたちも強くなったしね。うむ、タイマニンの力これからも活用するぞ。話は以上だ。では僕たちはこれで失礼する。空から落ちてやってきたと思ったら、メッセージだけ残して帰ってしまうなんて、やっぱり慌ただしくて賑やかな街ね。また会いましょう。可愛らしくて頼りになる魔法少女たち。いいえ、魔法少女兼タイマニンだったかしら。落ち着く。やっぱりカラオケっていい場所だな。何を
温泉に浸かったおじさんみたいなこと言ってるの。だって今回は私たち悪魔に捕まえられてたじゃん。もう帰れないかもって思ってたから、なんだかしみじみしちゃって。香織ちゃんがなんとか逃げ出して助けを呼んでくれたおかげですね。いえいえ、うちが逃げ出せたのもみんなのおかげですから。しかし少し拍子抜けではありましたわね。捕まえた私たちに悪魔は何もしてきませんでしたから。脳をいじくって魔法少女同士で戦わせたり、そのくらいしてもいいと思うのですけれど。あくまでも俺たちは仲間の魔法少女やタイマニーをおびき出すおとりとして活用するつもりだったのだろう。わからないぞ。仮に何かされていたとして、その記憶が消されてしまっていたら、もしかしたら捕まっている間僕たちはひどい目に遭っていたのかも。アキサちゃん、冗談だと思う。妊婦にそんな技術があるとも思えないしな。ねえ、ところでさ、メイとクララ遅くない？今日は来ないのかな。ルクスちゃんとインビーさんもいないっすね。どこか遊びに行ってるんでしょうか。どうした、インビー。随分と息が乱れて。我ではないか。貴様も似たようなものだ。ゲームパクしているからではないか。それを言うなら、そなたこそ本ばかり読んでおるでは。二人とも遅いですね。お先です。よし、10分休憩したら続きだ。ふんふんふん、日頃レッスンで鍛えてる私はこのくらい余裕ですよ。ところで、どうして急にランニングしようなんて言い出したんですか？向こうではタイマニーの修行をしていたであろう。朝起きたら修行、お昼を食べて修行、寝る前に修行。そんな毎日に慣れたせいで、こうして体を動かしていないと落ち着かなくての。まあ僕もそんなところだ。そういうものですか。まあやる気があるのはいいことです。本当はグラのやつも誘いたかったのじゃが、どこを探しても見つからんでの。あやつも共に修行をしたみ、同じように運動しておるのじゃろうな。そうですかね。これとこれ、あとこれください。あとこれとこれとこれ、あとこれとこれと、これとこれとこれと、これとこれと。全然足りないくらい。いっぱい修行して体のお肉が減っちゃったから、その分いっぱい食べなきゃいけない。